宇宙世紀00791、 1月3日、スペースコロニー国家ジオン公国はスペースノイドの独立をかけて地球連邦政府に対して宣戦布告した。後に言う一年戦争の始まりだ。戦場では若くて気のいい奴から先に死んでいく。俺はそのどちらでも。俺の名はトラビス・カークランド。地球連邦軍宇宙世紀00791、 10月4日。親御さんにはお気の毒だが、盛り上がったジオンは次々と新型モビルスーツを投入。特艦工事に実戦経験を積ませようにも、そんなは上も期待しちゃいない。実は俺裏の顔は訳あり任務を担当するトリプ戦争教に見かそう。悪魔隷属するスレイブレイスども、それじゃあ行くぜ。悪く思うなよ。強い気が必要だな。あいにく手加減してやる余裕はないのにな。なんだそりゃ。さて、花火を打ち上げる下準備といきますか。ありがたい連中だな。泣けてくるぜ、まったく。そんなことで引き下がれるものか。甘い甘い。物足りないと思ってたところだ。少しは。俺は戦うことでしか存在できない。
Thank you.
の仕事だ。綺麗に吹き飛ばしてやる。アメーナ。俺たちの正体はスレイブ・レイスと呼ばれている。ある時は軍内部に救う犯罪者たちを始末し、またある時はまともな奴がぶるって逃げ出す危険な任務を遂行する。そしてこんな危ない橋を渡るのはすでに傷持つ連中ばかりだ。
上官殺しのリッパー、ちょっと荒削りだが格闘戦のセンスは抜群だ。味方殺しのハイヤー、あらゆる乗り物を乗りこなすエキスパートだ。爆弾魔のボマー、爆発物のエキスパートで、その爆発は芸術的。ハッカーのダイバー、書類の偽造やハッキングのエキスパート、部隊の情報収集や、そしてスパイのこの俺フィクサー、この部隊の隊長を務める。本来なら皆臭い飯を食っているか死刑のはずだが、こうして戦場をかけている。それはある日、俺たちの罪を帳消しにしてくれる人物が現れたからだ。グレイブって連邦軍高官がな。以来俺たちはグレイブの意のままに動く暗殺者になったのさ。
なかなかやる。だが、接近戦ならどうだ。ビームの剣だと。Thank you.
無理だよ。私、僕、アムロ。アムロ、貴様。戦いが終わ、保証。戦いが終わ、僕は大体そう。今はそんな哲学など語っている暇はない。言ったな。そんなにガンダムを動かしたいなら。何？できればやっている。僕だって。
殴ったね。ブライト少尉、殴ってなぜ悪いか。貴様はいい。僕you